富山高線は、富山県富山市の富山駅停留場から、同市の岩瀬浜駅までを結ぶ富山地方鉄道の軌道、鉄道路線である。現在は富山地方鉄道の路線であるが、元は、富段鉄道によって開業した鉄道路線で、昭和10年代に富山電気鉄道と合併、富山電気鉄道が富山地方鉄道へ社名変更した後に、戦時買収により、 国有化され、長らく日本国有鉄道の路線として運営されてきた。国鉄分割民営化後は西日本旅客鉄道の路線となったが、2006年3月1日をもって同社路線としては廃止された。その後、富山高線の諸設備は第三セクター会社の富山ライトレールに移管され、富山駅付近の経路変更や駅の増設を行った上で、 路面電車によって運行される LRT 路線として同年4月29日より営業を再開した。その後、富山駅路面電車南北接続事業によって、富山地方鉄道富山機動線との直通運転が行われることとなり、運転開始1ヶ月前の2020年2月22日には、富山ライトレールが 富山地方鉄道に九州合併され、富山高線も約76年8ヶ月ぶりに同社の路線となった。富山高線は路面電車が市中心部の平洋軌道区間から専用軌道の鉄道区間へ直通するトラムトレインに分類されるもので、富山駅停留場から 1.2km を平洋軌道で走行する。もともとは富段鉄道が開業した路線で、 その後、富山電気鉄道を経て、富山地方鉄道府岸線となり、私鉄の戦時買収により、国鉄富山港線となった。このような経緯から、富山駅で接続する北陸本線が交流電化であるのに対し、富山港線は直流電化となっており、七尾線が1991年に直流電化されるまで、長らく北陸地方の国鉄、JR 線では唯一のものとなっていた。 このため、当時の富山駅には構内に電化方式の境界に設けられる無電区間が北陸本線富山地方鉄道本線間のものと合わせて2カ所存在していた。また、富山高線は国鉄に買収された私鉄路線の中では最後に600ボルトから1500ボルトに昇圧された路線でもあった。 普段鉄道時代の1934年10月時点では朝に増発され、深夜に1時間間隔となるほかは、ほぼ終日30分間隔の運行であった。買収により、南部、鶴見林港、宇部、稲などの買収国電や17メートル小型が投入され、1967年の昭圧まで使用された。昭圧により72系に代替された。 72系は、富山向きの雲波73型と、岩瀬浜向きの区波79系の二両編成を、運行の基本としていた。したがって、当時は72系の廃車ごとは逆に、編成の富山型に、パンタグラフが搭載されていた。当選用の72系は、かつての京浜東北線などと同様、全体がスカイブルーに塗られていたが、宅所からの転入があった際、過渡的に、 茶色の車両が使用されることもあった。当初に投入された72系は、大半が半構成車であったが、1970年代に、順次全構成車に代替されている。末期は5編成系重量が配置されており、朝夕は2編成を連結した4連が2本蘇生され、おおむね30分間隔で運行されていた。なお、1984年2月1日、 国鉄ダイヤ改正で、最大運用車両数が4連2本から4連2連、各1本に減り、72系2両が廃車されている。配置車のうち1編成は、予備車であり、連結を外されて、白川原駅の2本の側線に留置されていた。予備車としては、昭和50年代半ば頃まで、両運転台の雲波40型が1両、配置されており、富山邦と、 岩瀬浜方の両方向の先頭車として使用されていた。1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正で72系は廃車となり、北陸本線で使用される457系、471系、475系などの高直流電車に代替された。JR 線時代までを通して全て線内折り返しの普通列車であった。ちなみに、 72系については、富山高線での運用が、国鉄の旅客営業列車としての最後の72系の運用となった。その後に導入された457系、471系、475系は、基本ユニットを構成する3連での運用になった。しかし朝ラッシ主事に使用される2編成のうちの1本は、以前と同等の輸送力を確保するため、 富山型肉百455型が並ぶ変則的な4連となっていた。この運用は後に均衡系である413系の3連に置き換えられたが最終的にはこのような限定運用はなくなった。そして JR としての運営末期にあたる2005年秋からは記念イベントとして475系の2編成が高直流級高職に塗装され、 当選限定で運用されていた。なお、これ以前にも475系導入後、いわゆる北陸色への塗り替えが進むまでの間も、高直流休校色で運行されていた。475系の導入に際しては、富山駅と富山口駅との間にあった、北陸本線との渡り線にデッドセクションが設置された。また、白川原駅の車両基地が廃止されたが、 朝夕のに編成での運行に備えて一時的に車両を留置するため、富山駅構内に一本の電流線が整備された。この電流線は、奥大駅に繋がっていた貨物支線の敷地を利用しており、当線が発着していた当時の6番線の北東に位置していた。JR 移管後については、1987年5月に富山口駅が移転している。これは当時、 富山口駅の西側を通っていた県道の地下道家工事に伴うもので、駅周辺の線路が南側に付け替えられ、北陸本線と隣接するようになった。この地下道の完成によって、県道は当線の他北陸本線と富山、地方鉄道本線の計5本の線路の下を通過するようになり、開かずの踏切が解消された。その後、富山駅の当線専用ホームが、 南西側に移転しており、短式の6番線から、島式の6、7番線に切り替わっている。新しいホームは2編成を収容できるため、それまでの短式ホームのほか、その北東側の電流線も不要になり、これらの敷地は駐車場などに転用された。なお6、7番線は、その後、西ホームが3番線に解消されたことに伴い、7、8番線となった。 富山市中心部や沿線の工場等への通勤、通学路線の役目を担ってきたが、換算時間帯の合理化のため、2001年からレールバスを導入して、高山本線と共通運用にし、朝と夕方の列車を電車で、昼間と夜の列車をレールバスで運行していた。JR 末期にあたる2005年7月時点では、富山岩瀬浜間は朝夕を除いて、 おおむね1時間間隔の運転であったが2時間ほど運転間隔が開く時間帯もあった。全20往復のうち475系は朝と夜のみの運用で日中を中心20往復がキハ120系の炭鉱での運転となっていた。なお、廃線直前の2006年2月11日からは動線運用の高直流休行職に 塗装変更された475系に編成の先頭車の前面にありがとう富山高線と表記されたヘッドマークを掲出し同年2月25日から最終日の28日までは終日全列車475系で運転されたこのヘッドマークは富山市出身の初夏である森大英が記号している国土地理院公式サイト内の地図 空中写真閲覧サービスでは、米軍が1946年7月に撮影した空中写真、国土地理院が昭和50年度に撮影した空中写真及び2000年に撮影した空中写真が、富山市などを含めて公開されている。縮尺や解像度による違いはあるが、貨物船を含む当時の船形の概要を把握できる。2003年に JR 西日本が、 富山高線と木備線について路面電車化を検討していると発表した。駅の増設、列車の増発、既存の軌動線との直通運転などにより利便性を高めるというものである。この背景には新幹線開業に合わせて富山駅を高架化する計画があり、乗客の減少が著しかった富山高線の高架化は費用対効果が悪く、 路線そのものの廃止も視野に入っていた。しかし、沿線が市街地化しているため、バス転換は弊害も大きく、検討が重ねられた結果、富山高線については、富山市を中心とする第三セクター会社が経営主体となって引き継ぐことが決定し、2004年4月21日に富山ライトレール株式会社が設立された。 計画では、富山駅北下奥井駅間の一部に併用軌道を新設し、既存のルートを廃止することとされ、また、駅間600メートルを目安とし4カ所の新駅を設置することとされた。2014年度に予定される、北陸新幹線の富山乗り入れに合わせて2006年に、富山駅北岩瀬浜駅間を LRT 化し、富山駅付近の高架化が完成した後に、 富山地方鉄道富山機動線と接続し、直通運転を行うことになった。代替バス、富山駅北停留所、直流6 0 0トの富山地方、鉄道富山機動線への将来的な乗り入れも視野に、入れ、起電設備、河川電圧が、直流1 5 0 0トから、再び直流6 0 0トに高圧された。 そのため従来の変電所は使用できず、白川原駅と奥田中学校前駅に変電所が新設された。また、富山機動線に合わせて車両が LRV に切り替わることから、従来のホームは転用できず、新たに低床ホームが設置された。なお JR 西日本時代までに使用されていた駅舎は、休憩所として利用されることが決まっていた東、岩瀬駅と建物が 比較的新しい競輪場前駅を除いて開業までに解体され、旧ホームについても東岩瀬駅の一部区間を除いて開業までに解体された。河川柱の更新、信号機の設置、ホームの基礎整備などは JR 西日本営業末期から工事が進められており、一部で仮駅舎や仮ホームが使用されていた。しかし交換設備の設置、踏切の改修、 ホームの本格的な施工などは運行を休止した2006年3月初めから開始された。一連の改良工事によって河川柱がほぼ全区間で建て替えられるなど電力関係は大幅に改修されたがレールや枕木などの株構造は一部の踏切や駅区間を除きほぼ従来のままで開業日を迎えた。また踏切動作反応等が新たに設置されたほか 踏切の遮断時間が短縮された。その他奥田中学校前駅に0キロポストが設置され、全線で距離表が更新された。搬入中の TLR0607A2006 年3月30日、車両は新潟トランシス車製の LRV2 車体連接の車両 t l r 0 6 0 0系7編成が導入された。 2006年3月23日から30日にかけて全ての車両が新潟トランシスからトレーラーで白川現役東側に輸送され、クレーンで車両基地内に搬入された。4月3日に奥田中学校前駅と岩瀬浜駅との間で4月8日からは平洋軌道区間を含む全線で試運転が開始された。 移管開業までの約2ヶ月間はバスによる代行輸送が行われた。代替バスは、並行する県道1号、30号線や市道、綾田北大線を経由するルートで、運行は、富山地方鉄道に委託されており、旧富山高線の各駅の周辺に、専用のバス停が設置された。ただし富山口駅の代用として、永楽町バス停があり、京林場前駅バス停は、 臨時扱いではなかった。平日朝ラッシュ時には高頻度で運転されていたが、他の時間は1時間に1本となることもあった。一連の移管開業に伴う事業費は約58億円と公表されている。その内訳については、7編成の車両の購入に18億5000万円、新設の平用軌道区間の施行に15億5000万円、 季節区間の改良工事に24億円であることが2004年7月頃に報道されている。この財源については、富山駅の連続立体交差事業からの負担金として33億円 LRT システム、整備費補助として7億円、路面電車走行空間改築事業として8億円、富山市単独補助事業として10億円が支出されている。また、富山市は、 遺憾後の経営に JR 西日本が一切関与しないことを前提として同社から13億9千万円の寄付を受けた上で旧富山高専の鉄道資産を母家に相当する3億9千万円で購入しているそのため実質的には富山市が鉄道資産を無償で譲り受けた上で10億円の寄付を受けたことになる移管開業に先立ち駅や車両などのデザインは 全体を総合的に管理するトータルデザインという手法を採用することになり、株式会社 GK 設計と地元の島津環境グラフィックス有限会社によるデザインチームが結成され、一連の作業が進められた。また広報などのため、7匹のマスコットキャラクター、トレネコが開業前に登場している。2006年11月に除雪車が1台導入された。この除雪車は、 気陸圏用走行式小型軌道除雪車とも呼ばれ、歩道用除雪車をベースとしており、線路上のほか道路上の走行もできる。鉄道事業線である奥田中学校前駅と岩瀬浜駅との間で除雪作業を行うが、通常は白川原駅一番線の南側にある専用の車庫内に留置されている。2007年春頃から、レールや枕木の交換やバラストの補充といった、 保守作業が一部区間で実施されている。2020年2月22日、富山軌道線との直通に先立ち富山ライトレールが、富山地方鉄道に合併。東路線は久々に、富山地方鉄道の路線となった。そして同年3月21日、富山駅北停留所が廃止されて、富山駅停留所に乗り入れ、富山軌道線との直通運転を開始。 相互に車両が行き来するようになり、系統も4.56の3系統が設定された。富山軌道線に合わせて、駅、停留場ランバリングも設定された。2021年3月21日、軌道区間の富山駅停留場インテック本社前、停留場間にオークスカナルパークホテル、富山前停留場、インテック本社前停留場を下、中学校前駅間に、 留国と山高校前停留場が設置された。開業当時の岩瀬港駅。北陸タイムス7月23日によると、富岩鉄道の駅の中で最も多額の費用を投じて建設したもので、2階部分は重役会議などの会議室に利用する目的で、相応の設備を施したという、富岩鉄道線開業を報道する新聞2020年3月21日からは、 以下の系統が運行されており、富山機動線と直通運転を行っている。JR 西日本運営時と比較して、富山ライトレール移管直後に列車運行本数が約3倍と大幅に増加し、利便性が向上した。富山ライトレール移管後は、平日朝ラッシュ時は10分間隔、昼間から夜20時台前半までは15分間隔。 夜20時台後半から23時台は30から40分間隔で運行されている。休日は朝から20時前半まで15分間隔、夜20時台後半から23時台が30から40分間隔となる。本数も去ることながら、移管前は終電時刻が21時30分頃と非常に早く、深夜時間帯に運転される列車は皆無であったが、移管後は、 富山駅北発23時15分、岩瀬浜発22時42分へと大幅に繰り下げられた。そして2015年3月14日の改正で、富山駅北発の終電が23時半に繰り下げられた。越中中島駅も設定されている。1時間で1サイクルの運行となっているため、平日朝ら主時は6編成、深夜は2編成。 その他の時間帯は2から4編成が使用される。なお沿線で祭りや花火大会などの大規模なイベントがある場合、夜20時台から深夜時間帯にかけて臨時列車を運行して利用者の便宜を図っている。さらに、大晦日から元日にかけてや、競輪場前駅近くにある岩瀬諏訪神社での春季令大祭の開催日には午前0時を過ぎた。 深夜時間帯まで臨時列車が運行されている。普段鉄道、国鉄、JR 時代の運行形態は、歴史部士を参照。乗車人数100万人、達成ステッカーフィーダーバス JR 線時代は、各駅ともに朝夕は利用客が多く、一駅一本あたり40人程度が乗降していたが、昼間は利用客は少なかった。当線と同じく、富山県内にある、氷見線。 上花線と同様、いわゆる、猛挑戦であった。移管開業の直前には1日あたりの利用者の目標を JR 時代の2002年度の実績に相当する3400人としていた。しかし、JR としての運営終了日から約5ヶ月前の2005年秋に行われた利用者の実数調査では、10月2日2045人。 10月6日に2266人という結果が公表され、さらに工事期間中に運行されていた代替バスについては2006年3月1日から28日の期間で1日あたりの利用者が平日1776人、土休日744人という結果が公表されていた。そのため、ライトレール化による利便性向上に懐疑的な向きからは、前途は、 厳しいという見方がなされたこともあった。しかし、開業初日に12,750人の利用があり、その後も開業ブーム、開業関連イベントの開催、高齢者層を中心とした新たな需要の開拓、運賃の割引という要因もあって、順調な利用が続き、開業から195日目に当たる11月9日の正午頃に乗車人数が100万人に達した。 これを記念して、翌日から12月末まで、各車両の前面に100万人記念ヘッドマークが貼られていた。そして、2007年3月31日までの開業者年度については、337日の営業で約165万人の利用があり、1日あたりでは4901人の利用となり、当初の目標を大きく上回った。 このように順調な滑り出しとなったため、同年4月29日から5月6日までの間、様々な開業1周年記念イベントが開催され、車両にも記念ステッカーが貼られていた。開業2年目の2007年度は1日あたり4480人の利用となり、開業効果及び運賃半額割引を行っていた前年に比べると、わずかながら減少したが、 目標の4000人は上回っており堅調な推移を見せている。2008年11月1日に乗車人数500万人を達成し、同年11月6日にポートラム500万人達成記念セレモニーが富山駅北停留場一番先行者口前で行われた。沿線にある龍谷富山高校。 県立富山町各総合支援学校、県立富山北部高校などへの通学利用のほか、沿線から富山駅に向かう通学利用も多い。また、富山駅周辺の館長や企業には、駐車場が確保できないところも多く、通勤にも利用されている。その他週末の夕刻には、富山駅周辺の飲食店に向かう利用も多少はあり、さらに積雪時には、 道路の混雑が激しく自転車などの利用も困難になるため一時的に利用者が増える。JR 時代は観光やマリンレジャーでの利用は少なかったが末期は記念乗車や撮影で賑わった。移管開業の際には運転本数の大幅増加や話題性によって観光での利用増加が期待された。終点に近い富山市岩瀬地区では 北前船の寄港地として栄えた港町の風情を活かして観光客誘致に向けた環境整備が進められた。沿線にある富山競輪場は広大な無料駐車場があり、しかも各地から無料送迎バスも運行されているが、ライトレール開業に合わせて富山高専の利用者と収入の増加を図るために富山駅北口とを結ぶ無料送迎バスが廃止され、代わりに 競輪開催日に運賃が無料になる専用 IC カードを富山競輪が運賃を負担して発行している。またトミーテックの鉄道娘とのタイアップにも熱心で地元以外から鉄道ファンや萌え系愛好者の集客にも役立てている。イメージキャラクターに設定されている岩瀬優子のイラストが富山駅北停留場などに掲示されているほかラッピング電車やスタンプラリー グッズ販売などをしばしば実施している。移管開業の前には、道路線とほぼ並行する2ルートの路線バスが運行されていたが、移管開業の際、鉄道とバスとの関係を競合から共同に転換を図ることになり、両路線バスが廃止され、その末端区間の輸送を確保するため、蓮町駅及び岩瀬浜駅を起点とするフィーダーバスの運行が開始された。 フィーダーバスについては、乗り換えの際の抵抗感を極力減らすため、両駅にはホームに隣接する専用のバス停が設置されたほか、パスか使用時限定だが、乗り継ぎ割引制度も導入されている。ただし従来の路線バスは、富山市中心市街地を経由して、富山赤十字病院に至る利便性があったため、複数回の乗り換えと、運賃負担の増加を伴う廃止には、反対が出た。 なお岩瀬浜駅にはフィーダーバスのほか、土休日限定で、伊ミ市コミュニティバスが乗り入れており、万葉線との乗り継ぎも実現している。富山県は2007年3月末時点で1世帯、あたりの自家用乗用車の保有数が全国第2位というように、車社会化が進んでおり、また商業エリアも郊外の主要幹線沿いのショッピングセンターやロードサイド店舗が 主力になっており、公共交通機関にとっては厳しい環境にある。しかし、富山市は今後の人口減少や高齢化社会などに対応するため、鉄軌道をはじめとする公共交通を利用したコンパクトな街づくりの実現に向けて様々な取り組みを進めている。富山駅南側の市街を走る富山地方、鉄道と山起動線や路線バスとともに、 道路線もその一翼を担う役割を期待されている。富山高線の富山ライトレール転換後の輸送実績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。館内鉄起動事業者輸送実績より、抜水富山高線の富山ライトレール転換後の 営業成績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、抜粋期間限定で一部編成の車両内外に、装飾を施した特別仕様車両が運行することがあり、過去、クリスマスに合わせて、クリスマスポートラム、 バレンタインデーに合わせて、ポートラブ、青編成による夏時、ポートラムなどが運行されている。運賃は、富山機動線とまたいで利用した場合を含めて、均一性で大人210円、小人110円である。したがって、JR 時代に営業キロが6キロメートル以下だった、区間では値上げになった。ただし、IC 乗車カード、E コミカおよび、 パスカで乗車する場合は大人180円、小人90円に割り引かれる。また65歳以上の富山市民を対象として、日中時間帯の運賃が100円に割り引かれる、シルバーパスカが販売されていたが、2019年3月31日にサービスが終了し、富山地方鉄道の電車、バスも利用可能なお出かけ、定期券に統合された。なお、 開業から2007年3月31日までの約11ヶ月間は平日日中と土曜休日は半額に割り引かれていた。条項については、後寄りの車両のドアから乗車して、前寄りの車両の運転席横のドアから降車する、後乗り前振りである。降車時に運賃の支払いや定期券の確認を行う。 校舎用ドアの運転席側には、運賃箱と一体になった IC カードリーダーが設置されているほか、このドアの客室側にも IC カードリーダーが設置されており、2列での校舎も可能である。なお、途中駅で校舎する場合、事前に校舎ボタンを押すのが原則だが、押されなかった場合でも各駅に一旦は停車する。しかし、条項がないと判断されると、 直ちに発車することがある。前振り方式となっているため、朝ラッシュ時に降車客が集中する駅で停車時間が長くなり、ダイヤの乱れや踏切遮断時間が伸びるという問題が発生していた。そのため、2006年7月10日から朝、ラッシュ時限定で4駅に係員を配置して、定期券利用者に限り後寄りの乗車用ドアからも降車できるように改善された。その間、 校舎用ドアの客室側に設置されていた IC カードリーダーを乗車用ドアに移設する作業が行われた。そして移設作業の完了した7月31日からパスカ利用者は朝ラッシュ時に限り全駅で乗車用ドアからも校舎できるようになった。その際は乗務員などの目が届かない中で運賃を支払う信用乗車となる。なお、一旦撤去された。 校舎用ドアの客室側の IC カードリーダーは9月中に再整備された。2017年10月15日からすべての駅においてこれまで朝ラッシュのみ適用されていたこの信用校舎を終日に拡大した。なお、2020年3月21日の南北接続後、信用乗車は廃止された。運賃以外の収入を確保するため、富山ライトレールは開業当初から 各種のオリジナルグッズを販売しており、チョロ級、最中、ネクタイなどのラインアップがあった。2007年9月22日から24日まで、富山市ソークルワ地区の再開発ビル、ソークルワフェリオの開業に合わせて、道路線や接続するフィーダーバスなどが無料運行となった。3日間で35,900人の利用があり、23日には、 開業初日を上回る12,820人の利用があった。なお、この間の費用は富山市が負担した。起点の富山駅停留場は3面2線構造で、終点の岩瀬浜駅は1面1線である。他の中間駅は相対式の2面構造で、西側が下り用の一番線、東側が上り用の二番線になっている。したがって、中間駅では、 上下列車とも進行方向に対して左側のドアで乗降を行う。なお交換設備のない中間駅はインテック本社前停留場と競輪場前駅を除いてホームが踏切を中心とした地取り配置になっており踏切の遮断時間を抑制している。また駅周辺の踏切は列車が駅に停止することを前提に作動開始時期が設定されている。そのため 回送列車は踏切の手前で停止または減速する場合がある。停車ホームは各駅ともデザインが統一されており、上屋や椅子やスロープのほかスピーカーが組み込まれた LED 式の案内表示機が設置されている。さらに一部の駅には監視カメラも設置されている。ホームの背面は全面的にガラスで覆われており、 この面が市中を境に3区画に分割されており、中央の区画には駅名表や時刻表や周辺の地図などが掲示されている。また、橋寄りの1区画は個性化スペースとして各駅にまつわる風景などがフィルム調布によって描かれている。そして残りの区画は一部駅を除き広告スペースになっており、グッズ販売と並ぶ会社の貴重な復収入源となっている。 なお、広告スペースについては、2006年秋以降、下奥井駅から岩瀬浜駅の間の各駅で、鳥居型のものが新たに設置された。東岩瀬駅には、JR 時代まで使用されていた駅舎と一部ホームが残されており、改修工事を終えた2007年2月から、待合室等として利用されている。また、京林城前駅も、JR 時代の駅舎が残っている。 駐輪場は、奥田中学校前駅北の全駅で、移管開業に合わせて新設された。公衆トイレは、移管開業に合わせて、蓮町駅と岩瀬浜駅に新設されたほか、白川原駅の本社待合室と、東岩瀬駅の駅舎内にも設置されている。鉄道区間では、自動閉塞式による閉塞運転となり、交換可能駅には、出発、 場内信号機が設置されている。安全側線は設置されておらず、場内信号機は警戒信号が可能な4等式となっており、上下列車が同時進入する場合には警戒現時となる。対する出発信号機は2等式である。ただし、奥田中学校前駅は、平用軌道区間との境界に当たるため、下り用一番線の岩瀬浜方面に、鉄道用の出発信号機、 上り用2番線と下り用1番線の富山駅方面に軌道用の出発信号機がそれぞれ配置されている。また、白川原駅には入出庫用の入れ替え信号機も設置されている。分岐器については、富山駅停留場と白川原駅を除き、点鉄操作が不要なスプリング式が使用されている。いずれも氷雪による動作不良を防止するため、酸水や加熱による 融雪装置が設置されているほか、付帯する曲線区間にはガードレールが設置されている。列車の保安装置については、ATS-SW 型による自動列車停止装置が使用されており、鉄道事業区間に限り、地上紙が設置されている。出発信号機の直下には即時停止の地上紙が設置されており、また、交換駅の分岐器の場内信号機側には、 速度調査のため2個1組の地上紙が設置されている。さらに、終点の岩瀬浜駅にも、車止めの手前で停止できるよう複数の地上紙が、設置されている。ブールバールの軌道を走行すると山駅、北限定駅のポートラム。歩道沿いに軌道が付設されている。使用されている、軌道用の信号機一進行を示す、矢印の表示、に停止を示す罰の表示。 三、この先の単線区間に列車がいることを表す。表示。四、先行列車を表す S の表示。五、対向列車を表す T の表示。六列車の数を表す1と2の表示。この写真の表示は、列車に停止を現時し、この先の単線区間に一つの列車がこちらに向かっていることを表示している。北陸新幹線の建設に合わせて実施される。 富山駅周辺の連続立体交差事業計画が具体化する段階で、富山高線の取扱いについても検討されたが、費用対効果や用地などの面で、高架駅への乗り入れは見送りとなった。そのため、旧富山高線が、指導、綾田北大線を横断していた、中学校踏切までの区間を廃止した上、その代替となる延長約メートルの平洋軌道を、 自動上に建設して、富山駅までのルートを確保するとともに、既存区間も路面電車仕様に改良することになった。この計画の妥当性を検討するため、2003年に富山港線路面電車化検討委員会が組織され、路面電車化のほか、現状を維持しながら高架化、全線を廃止して、バスで代替の作案について様々な試算が行われた。 その結果、路面電車化した場合、2006年から30年間で、累積される社会的送便駅が最も大きくなるとの報告が出された。新設された、平用軌道区間の名称は、富山市都市計画審議会で、富山ライトレール線とすることが決められた。なお、廃止区間の内富山駅から富山口駅までは、高架加工時期間中の仮線用地に転用された。 この区間の経路について、下り方向で順に上げると、起点の富山駅停留場は、JR 富山駅の高架下にあり3面2線、構造である。駅を出ると直ちに、富山駅北口交差点を横切って、その先で一線に合流してから、指道富山駅北線の路肩を北に進み、牛島町交差点に達する。ここで右に曲がって、指道、綾田北大線に移り、以降は、 道路の中央を東に進み、インテック本社前停留場、牛島新町西交差点、牛島新町交差点、伊達川に架か,かる八田橋、永楽町交差点を通過する。その後に線に分岐して、北向きに曲がりながら、市道の東行き車線を横断して、急線との合流点である奥田中学校前駅に到達する。なお八田橋については、強度の面で、 従来の橋桁を流用できなかったため、橋桁の中央部分を一旦撤去した後、新たに軌道専用の元地プレートガーダー橋を仮設している。軌道の施行に際しては、インファンドと呼ばれる技術が導入されている。これは2列の溝が形成されたコンクリート板を路面に埋設して、この溝の中に樹脂などを介して溝付けレールを固定するもので、騒音や振動が従来よりも抑制されている。 また、積雪対策として、軌道の両側に沿って、殺水式の小雪装置が設置されている。富山駅北口交差点と牛島町交差点は、その手前に列車を検知するセンサーが設置されており、交通信号が切り替わる際、専用の信号機で列車だけを通過させる方式になっている。しかし列車が止まることなく通過できる、優先信号が設置されている交差点はない。 そのため、信号待ちが発生することや、右折車が軌道を塞ぐことがあり、若干の遅れが出ることがある。特に朝ラッシュ時の10分間隔ダイヤを維持するには、インテック本社前停留場での停車を含めて、各列車がこの区間を5分以内に走り抜ける必要があるが、現実には難しく、富山駅周辺のダイヤは乱れやすい。なお列車を検知するセンサーとしては、 トロリーコンタクターのほか、左右レールの内側に接するように埋め込む方式のものも使用されており、いずれの場合も列車の進行方向を検知するため、複数個を並べて設置している箇所が多い。指導、綾田北大線は軌道の付設によって当初の4車線から2車線に削減された。そのため一部区間を拡幅する計画があり、合わせて八田橋の東側から奥田。 中学校前駅までの軌道を複線化する予定で、これに備えた分岐器が当初から設置されている。この複線化に合わせて、英楽町交差点付近に新駅を設置する計画が公表されている。なお現状では、英楽町交差点付近での渋滞が激しくなったほか、この周辺で自動車との接触事故が開業者年度に6件発生するなどの問題が出ている。 この対策として2008年3月、ドライバーなどに列車の接近を知らせるため、八田橋の東側と永楽町交差点に、K4 台の電光掲示板が設置された。列車がトロリーコンタクターで区画された範囲内にあるとき、電車接近中と軌道横断注意が交互表示される。2014年1月、富山市はインテック本社前停留場から奥だ。 中学校前駅間の道路の一部、板地川に架か,かる八田橋東詰から奥田、中学校前駅間約340メートルを、各福祉車道を4車線化、また無電柱化した上で、2017年度より、軌道の伏線化、八田橋東詰付近に新たに地元からの要望の、あった永楽町停留場の設置工事に取り掛かると、正式に発表した。年頃には、 富山駅の在来線北陸本線の高架工事が完了し、富山地方鉄道富山機動線との南北接続を予定しているため、それに合わせ完成を目指すとされた。なお伏線化により新停留場を設けても、これまで通りのダイヤ運行停止性を確保できると見ている。2015年12月4日、国土交通省は富山市と富山ライトレール。 富山地方鉄道から出されていた軌道運送高度化実施計画の変更を12月7日付で認めると発表した。これによると軌道延伸工事は平成31年度、複線化も含めた完成は平成32年度の予定となっている。富山駅北停留場は季節の富山地方鉄道富山駅停留場に統合される。また、既存区間も含めた 富山ライトレールの軌道区間は上下分離が行われ、富山市が軌道施設を保有する形に変更される。なお、南北接続後に富山ライトレール、富山地方鉄道両鉄道で均一運賃、かつ運行主体についても、南北接続後に一元化する構想があり、2019年4月25日には2020年2月22日をもって富山地方鉄道が 富山ライトレールを九州合併することが決定した。これにより、国による買収から77年ぶりに、富山地方鉄道の路線に復帰することになる。2019年2月の時点では、延伸工事の完成は2020年3月、永楽町電停の着工は2019年度とされている。富山駅北口交差点から牛島町交差点までの区間は、 市道富山駅北線の西側の路肩に軌道が設置されており、縁石によって車道と区画されているため、中に自動車が入り込むことはない。富山駅北停留場構内はバラスト軌道に溝付けレールという構造になっていた。2005年度に富山駅北停留場から牛島町交差点までの軌道が緑化されたが、富山駅北停留場構内は、 日当たりが悪く苔が繁茂するなどしたため、2015年に小松製錬が開発した新素材により再試行された。富山軌道線との接続工事により、富山駅北停留場跡地にはシーサスクロッシングが設けられたため、校内の緑化軌道は現存しない。この区間の試行に際しては、 海外技術が導入されており、例えば分岐器やレールボックスや地上と列車との情報伝達装置はドイツにあるハニング・コル社の製品が使用されている。なお同社が公開している情報誌で当線が紹介されている。この区間の最高速度は法令に従い時速 40km とされるが、曲線などによる速度制限が点在しており、また信号による停止のほか、 安全確保のため助行する場合もあり、時速3 0トル程度で頭打ちとなることが多い。なお、奥田中学校前駅北では、駅間距離が長い区間を中心に最高時速6 0トルで運行されている。富山ライトレール移管後は、富山駅北停留場が起点となり、富山駅北停留場下奥井駅間に2駅、下奥駅駅越中中島駅間に1駅。 白川現役蓮町駅間に一駅の新駅が設置された。2005年10月にこの4電停の命名券が1、電停あたり1500万円で発売され、うち2電停の命名券をそれぞれインテック、大阪やショップが買い取り、それぞれインテック本社前、淡島と命名された。残り2電停は、歌唱の奥田中学校前、犬島新町が正式名称となった。 2021年3月21日開業を予定するに停留場においても同様の募集がなされ、オークス及び学校法人富士演学園が命名権者となってそれぞれオークスカナルパークホテル富山前、龍谷富山高校前と命名された。うちの距離数は起点からの営業キロ。原村区間の廃停留場、廃止区間の廃止前に廃止された、駅、 停留場と山地方鉄道不満線に関するカテゴリー、富山高線に関するカテゴリー、富山ライトレールと山高線に関するカテゴリー。ありがとうございます。